皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はアルノサージュ生まれいずる星へ祈るしデラックスのファミ通紹介をしていきたいと思います。ではキャラクターを紹介します。イオン、キャラクターボイスは角間愛さんです。おっとり気味で恥ずかしがり屋の少女で、世界の断りを知る存在として登場します。ものづくりが好きで、材料を拾ってきては怪しげな機械や道具を作り続けています。続きまして、カノン、キャラクターボイスは井上奈々さんです。ラッシェーラの次期皇帝候補にて大司教の座につく頭脳明晰で聡明な天才少女です。皇帝候補としての支持を集めるために民衆の声に耳を傾け続けますが、後に所在不明となります。キャスティ、キャラクターボイスは水瀬いのりさんです。キアノイト家という裕福な家庭のお嬢様で、フェリオンという町に住んで、思いを力へと変換する時魔法の使い手としてプラズマの隊員になります。続きまして、ネイ、キャラクターボイスは内田真彩さんです。元気と活発さが特徴の少女で、キャスティと同じくフェリオンに住んでいて、神出鬼没な女性疾風のお姉さんとしてシャールに襲われた人々を助ける慈善活動をしています。といったところですかね。ちなみにアルノサージュはですね、シェルノサージュの続編にあたる作品で、謎の生命体シャール発生の真相を探求するために主人公の青年デルタ、機械兵器アーシスを操作して世界を冒険する RPG です。シェルノサージュがアドベンチャーゲームで、アルノサージュが RPG になってるんですよね。まあこういうゲームって、まあたまにあったりするんですよね、デンジャラス爺さんみたいに。というわけで今回はこの辺で、アルノサージュ生まれいずる星へ祈るしデラックスのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録およびSNS での拡散をよろしくお願いします。